秋の例大祭を前に西村経済産業大臣が靖国神社を参拝しました。西村大臣は午前9時ごろ参拝し、私費で玉串料を納め、衆議院議員西村康稔と記帳しました。世界各地でいろんな紛争が起こっていますので、世界の平和と繁栄、特にこの日本の平和と繁栄のために全力を尽くすということをお誓いをいたしました。西村大臣は去年8月に経産大臣に就任して以来、終戦の日や秋の例大祭に近い日程で靖国神社を参拝していて、今年8月にも参拝しています。明日からの秋の例大祭を前に今日参拝したということです。閣僚の参拝をめぐっては木原防衛大臣が個人として適切に判断すると言及しています。